岐阜市薮田南の県道交差点で行われた訓練には、県警本部や岐阜南警察署からおよそ20人が参加しました。信号制御機の上に小型のポータブルバッテリーを乗せ、信号機の電源ボックスとつなぎ、復旧させるまでの手順を確認しました。これまでは重さ20キロの発動発電機を使って電気を送っていましたが、県内の信号機が 99% LED 化となり、消費電力が抑えられたため、持ち運びやすく初動対応に適するポータブルバッテリーの需要が高まっていました。現在県警では10台を保有し、各所の需要を把握し、数を増やしていく予定です。交通部の竹越健管理官は、近年自然災害が頻発し、信号機が止まることが多くなっている。迅速に復旧できるよう進めていきたいと話していました。